国会議員の資産公開関係書類を提出してきました。はい、皆さんどうも、こんばんは、こんにちは、おはようございます。NHK 党参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。はい、ただいま令和4年の5月2日月曜日、一応ね、平日でございます。ゴールデンウィークの、まあ、中日ということで、はい、時間17時45分でございます。私ですね、本日、はい、参議院の方に、とある書類の方を提出してきました。で、まあ、その書類というのがですね、はい、国会議員の資産公開関係書類というものになります。はい、この書類、まあ、これがね、その書類の、まあ、一応ね、まあ、封筒なんですけれど、はい、これの提出、期日がね、本日だったということになります。まあ、提出した書類としてね、まあ、ここに書いてあるように、資産等補充報告書とか、所得報告書とか、まあ、いろいろとあるんですけれど、とりあえずですね、まあ、どういうことかというと、2021年分のですね、まあ、国会議員として、まあ、個人で手に入れた資産であったり、あるいは、まあ、個人での収入をですね、まあ、記載した書類を提出していくということになります。はい。ということで、まあ、これはね、一応毎年、はい。この書類は提出しておりまして、まあ昨年もね、提出しておりました。で、その一つ前の年はですね、私が参議院議員になった年ですので、その時に個人として持ってる全てのね、資産をですね、報告ということも、まあしておりました。で、まあ新たに資産をね、手に入れた資産はですね、まあ、1年ごとに報告していくという形になります。で、まあ、今回、提出したね、この書類であったりですね、昨年提出した、まあ、同じ趣旨の書類については、はい、私、ブログ記事で先ほどね、公開しましたので、まあ、興味のある方はね、見てもらったらなと思います。あんまり面白いものではないと思いつつですね、まあ、とはいえ、お金に関する、まあ、ことなので、まあ、皆さんね、興味はそれなりに、あるのではないかなと思っております。はい。で、まあ、そうですね。この資産関係、資産公開関係書類についてはですね、まあ、いろいろとね、問題があります。二つね、ここでは問題を訴えていきたいと思います。一つはですね、あんまり実態を反映していないんですね。この公開されたもの、資産公開については。はい。まあ、どういうことかというとですね、まあ、こちらのね、ツイッターの方で、まあ、問題提起をね、されております。まあ、有名な、結構なインフルエンサーの方かな、ミーツーさんかな、だったと思うんですけど、はい、はい。まあ、先日のニュースを扱ったツイートになるんですけれど、まあ山本太郎さんであったり、玉木雄一郎国民民主党代表がですね、はい、資産ゼロだということで、まあ公開されたね、資産としては、まあゼロとして、まあ紹介されているということで、これ多分ね、毎年似たようなことがね、まあそういう報告があると思います。で、まあ別に全然嘘はね、ついていないんですけれど、ただ一方で、まあ実態をね、反映していないって、まあ書いてあるんですけれど、まあそれはその通りだなと思います。まあこれどういうことかというと、大雑把に言うとですね、まあ自分で資産管理会社とか持っててですね、そちらに資産全部移したりしていると、まあそれは別にこと細かに書く必要はないと。そういう関係会社の、まあ社長してますよとか、そういう記載は、一応必要なんですけれど、その資産管理会社の、はい、まあ資産については別に、はい、公開する必要はないということで、別にそっちで処理してしまうとですね、まあ全て解決というか、まあ公開しなくて済むということになります。まあ私もですね、不動産、まあ投資といいますか、不動産経営をしている関係で、まあそちらね、法人でやっているわけなのですが、別に、そちらの、まあ資産とかはね、別に今回提出した書類には記載する必要はないんですね。法人名とかはね、一応書いておりますよ。代表社員という形で、やっているということは、まあ書いているんですけど、まあそのね、資産管理会社みたいなところの資産は書く必要ないので、はい。まあ、そういうことで、まあ個人で持っている資産としてはゼロと。法人で持ってるのは大量にあってもね、そこは別に制度上は
ま、何ら問題ないということになります。だから、まあ、国会議員の方がね、資産ゼロ、まあ、国民民主党も、れいわ新選組も、ね、党の代表であるのに、個人の資産はゼロというのは、まあ、そういうところであります。まあ、それがね、いいか悪いかっていうのは別に、まあ、そこはね、まあ、なんでしょうね。まあ、国民の皆様の判断次第ということになるのかなとは思っております。あとですね、普通預金もですね、申告しなくていいんですよね。確かね、当座預金とかのみ、ね、申告する必要があってですね、普通預金が、まあ、必要ないということもですね、はい。まあ、実態を反映していない一つの理由になるかなとは思っております。ということで、まあ、いろいろとね、制度上問題がありますが、まあ、とりあえず、一応ね、そういうところ、まあ、現状ですね、現状そういうものであるということはですね、まあ、お伝えさせてもらおうと思います。で、まあ、問題点ね、二つあると言ったんですけれど、もう一つはですね、これ、今回提出した書類がですね、まあ、すべて手書きなんですよね。で、まあ、手書きで、まあ、提出する。手書きで、まあ、書いた書類を提出するということになります。で、提出された書類はですね、まあ、一応保存されて、公開ということになるんですけれど、じゃあ、その公開されたものはどこに、どうすれば見れるのかというとですね、永田町にあります、まあ、私のいるですね、参議院議員会館までね、来る必要があると。まあ、衆議院にはね、二つ議員会館があるんですよね。第一、第二。まあ、それぞれのね、所属の、まあ、衆議院なら衆議院の議員会館で、参議院ならね、参議院議員の資産を見たい人は、まあ、参議院議員会館の方に、まあ、来る必要があると。直接ここまで来る必要があるので、まあ、結構大変なんですよね。はい。まあ、そういうことがあります。なので、まあ、問題点の二つ目としてはね、未だに手書きの書類であるということで、まあ、それと関連するんでしょうけれど、はい、まあ、公開されたものはですね、永田町まで来ないと 見ることができないという、まあ、非常に面倒くさい制度になっております。しかもね、複写とか、まあね、携帯電話とかスマートフォンで写真撮ったりしちゃダメなんですよね。全部メモしないといけない。新聞記者がね、記事にするときにはメモしないといけないという、まあ非常に、まあバカバカしい制度になっております。ということで、まあ私のね、考えとしてはもうこういうのもね、全部オンラインで提出できるようにしてしまって、まあオンラインで提出した書類であればですね、もう後悔するのもね、あんまりね、手間じゃなくて、まあ、すぐね、公開できると思いますので、まあ、そういうところをですね、まあ、進めていければと思います。まあ、公開された、まあ、たとえね、オンラインで公開されたとしてもですね、まあ、実態把握はですね、はい、はい、こんな感じで資産ゼロになってしまったりするので、まあ、そこはそれでね、問題なのかもしれませんが、とりあえずオンライン化は、なんとなくね、すぐ、できそうな気もしないでもない。国会議員一人でもね、参議院の事務局にお願いすれば、まあ、できそうな、まあ、気はしないでもない。まあ、ちょっととりあえず、その点は、動いてみようとは思います。まあ、昨年の9月かな、私、まあ、そういうね、資産公開のオンライン化、ちょっと取り組んでみますといったきり、その後ね、動けていなかったので、ちょっと、いろいろと、まあ、改めて検討してみようということで、まあ、今回のような動画を上げさせてもらいました。まあ、繰り返しになりますけど、今回提出した私の書類についてはですね、まあ、スキャンしてですね、PDF ファイルにしてですね、私のブログ記事にアップしておりますので、まあ、またね、興味ある方は概要欄にそのリンクを貼っておきますので、まあ、見てもらったらなと思っております。はい。というわけで、今回の動画以上になります。はい。まあもしね、よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。はい、参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。